はい、おはようございます。今から、東京の Google に呼ばれたので行きたいなと思います。嫁蔵さんに送ってもらいました。さようなら。行ってきます。あ、あそこにブラザーがいますね。ブラザーが、ブラザーブラザー、はい、お待たせしました。これもう回してんだけど、実はさっき会いましたね、鎌倉で。まとなり、まさかばったり。たまたまマネージャーへのお土産を買いましょう。はい、東京へ着きました。この斬新な始まり方、何か分かりませんけどもね。東京に着いて、今からは、渋谷に行きます。今回初めて Google のマネージャーに反強制みたいな感じで、来るように言われて、今までこんなことなかったから、ちょっと何が起こるのか分からないんですけど、僕と、幼馴染の森さんに来てもらって、2人しか怖くないんですよ。だから嫁蔵を今回連れてこうと、お留守番させて2人で来たんで、ちょっと今から行きたいなと思います。はい。はい、じゃあ渋谷の、Google 本社前に着きました。今から行くわけで、ちょうど2時25分に来てって言われて、ちょうど5分前です。珍しく時間守ってる、時間守ってる。森さんはね、2歳の時から知ってくれてる幼馴染やから、いかに僕が時間を守らないかっていう。沖縄も去年行ってみたけど、全然時間守らない。ね、それなんですけど、今日は間に合いそうですか？間に合いそうですね。もうスタバも飲む余裕があり、余裕があって、水も買ってあるね。ちなみに今日何の話だと思います？なんか新しい変更かな。なんかこの間の Google の人がビストラやったっけ。ああ、1万2000人ビストラ、 Google って言ってたもんな、うん、全世界で。それで何かが変わりそうな気がするんやけど、まあ結構なんかシビアな感じの話っぽいよな。シビアっぽいな。あんまりニコニコするような感じはなさそう。まあこの後もね、僕らちょっと中で撮影した感じはいるから、2時間後ぐらいにどんな顔してね、焼き鳥を食べてるかっていうのがね。じゃあ今から向かいましょう。会議に行きます。はーい。はい、終わりました。どうでしたか？いやもういっぱい通ってすごかったな。なんか別にやばい話はなかったな。やばい話ではなかった。だけどほんまに勉強のある話みたいなのがずっとあって、うん、YouTuber さんらがいっぱいおってみたいな感じで、うん、いろいろ話、初めてあんなとこに行ったわ、セミナーみたいな、非常に勉強になりました。なんかたまたまグループ会議した時の隣のアニメの人らがすごい良かったから、いい話聞けてね、改善していきたいなと思います。では今からはね、晩飯行こうか。そうやな。森さんとはね、もうかれこれもう20何年の付き合いとなっておりますからね。はい、はい、まさかそんな幼稚園保育園しちゃった時な、こんなとこ来ると思わんかったし、高校の時に作ったさ、ダサいブログの名前教えてよ。何だっけ。ケロッピーとドラゴンボールの何だっけ。ケロッピーとドラゴンボールのお道具箱。お道具箱ね。誰が見んねんって感じだけど、まあでも見てくれとったけどな、ちょこちょこな。まあ、まさかそんなことがな、15年後にこんなとこおるとは思わんかったけど、全然思わない。まあちょっと詰まる話もありますし、行きましょう。はい、はい、我々がいつも泊まってるホテル、アワーズイン阪急。はい、全然案件も何ももらってないけども、いつもここに東京に来たらそこにいるという感じで、森さんからしたらさ、これってさ、幼馴染なわけやん、でこう見てくれてる人らはさ、YouTuber 拓郎しか知らんわけやんか。そうやんな。森さんしか知らん、昔の俺の話ってある？昔の俺の話もっとエグかったでとかさ。いや、もっとエグかったエグかったことはみんな知らんからさ。あ、そうやんな。エグい話してよ。エグい話って言ったら放送事故になるからな。でもほんま何でも知ってるよな。それもそうさ、もっと尖ってたな。海に一緒にナンパしに行ったけどな。あったな。もちろん独身時代ですよ、ね、独身独身、はい、したしね、歴代のそれこそ彼女と会ったりしたしね。あったな。一番森さんも知ってるんちゃうかな。そうやな、もう資料集にできそうなぐらい知ってるかもしれんな。森さんね、よく知ってくれてるよね、あとなんか俺のわけわからん名言とかもいっぱいあったもん。とりあえず行くぞとか言ってな。そうや、夜中飛び出したりとか。そうそうそう、無駄な集会いっぱいあったの。無駄な集会ね、そっから何かが始まる。そうやな、なんか誕生日みんなで祝ったりな。ああ、そうそうそう、何してたな。サプライズ的なよう仕掛けたりしてたな。してたしてた。今考えたらさ、欲しいかどうかも分からへんドンキのさ、9999円のなんかソファーとかみんなに買ってさ、ソファーとかスピーカーとかな、スピーカーとかウーファーつけたらかっこいいねんとか言ってさ、そうそうそう、別にかっこいいもなんともないんやけどさ。
あったあった。じゃあそれはさ、幼馴染として見ててさ、うん、これはあかんでって思ってた。さすがにそれちょっとあかんでって。尖ってたっていうのでな、なんか今で言う説教系やな。あ、口うるさいんか。いや、ちょっと怒られんちゃうかなっていう。うるさいな。今じゃ説教なくなったの、うん、ないないない。あ、よかった。そうそうそう、いや、ほんで久しぶりに会おうってなんで、いきなり説教始まった。なんで説教から始まった。うるさいな。だいぶうざいな。俺に自覚がないところがうざいな。自覚あったらまだあれだけど、全く自覚なく説教する人。そうか、俺にはでもそんなのなかったかもしれんけどな。他に結構説教した。他にしてたんちゃうか。なんかあったと思うで。まああったでしょうね。確かに。まあ焼き鳥はここです。前回梅蔵とも来てんやけど、うん、美味しかったやん。あ、ほんま。予約が埋まってたらもう無理やけど。ちょっと埋まってさやな。行ってみようか。はい、ということで、部屋にチェックインして、拓蔵さんは寝ました。こんな感じです。安定の時刻が3分遅れということで10時3分になっておりますけどね。チェックアウトです。今日、えらいなんか雰囲気また変わるな。え、これもうジャパンメイドやの。だから変か。だから変か。じゃあ、あの話だ。あ、ごめん、ボリさん。さっきのな、あの後は飲みだ。で、外はな、お風呂行ってん。うん、どうやった？俺行ったことなかったやん。いや、結構人おったで。人気やもんな。うん、めちゃめちゃおったっていうか、なんかサウナが人気なのかな。あ、そうそうそう、これ本書いたもんな。うん、いいな、俺一回行ったことないやん。あれ、なんかな、結構暑かった。どの風呂もしっかりした温度で。そっか、風呂好きやん。そうやね、風呂好きやな。その後にこのファミマ寄ってな。そう、こういうのじゃ買いますか。コーヒーかな。いや、やっぱなんか飲むの買うわ。うん、なんかタックンと二人でどっか行ったらさ、うん、雨絶対降らへん。誰が雨を誰が雨を。でも俺今週ポップアップは雨やねん、土日両方。持ってるなぁ。やえ、確かに旅行行ってるのは雨かもな。一番最初のバイク旅行も雨やったもんな。そう、多いっすよ。はい、それでは今回ね、崎陽軒を買いに1泊2日旅行ということでさせていただきましたけども、まあ、Google で何やったかって言ったら、まあ、普通に真面目に勉強しただけっていうことで、そうやったな。特に何って新しいことはなかったし、うん、なんかお前辞めさせるぞって言われたこともないですし、TikTok、潰しに行くぞって言ったこともないし、うん、まあ、普通に勉強会やったんですけどもね。あの、そうやったな。森さんに、これ嫁蔵にお土産っていうことで崎陽軒買っていただきました。ありがとうございます。いい。あとはね、ちょっとまあ、多分おそらく新大阪帰って鎌倉食べるようになると思いますけどね。はい、その映像をご覧ください。はい、はい、それでは自宅付近に帰ってきました。ですね、実は家引っ越ししたんで、ちょっと風景がね、変わっちゃってるかなと思うんですけど、こんなね、人一人しか通られへんような細い道の近くに住んでおります。まあ、そんなことはどうでもいいですけどもね、そういったことで、今回東京行ってきました。でね、森さんって、まあ、僕の幼馴染なんですわ。まあ、要は2歳から知ってる、まあ、僕今年34やねんけども、32年間、まあ、知ってるというか、まあ、いろいろ遊ばせてもらってるね、幼馴染で、もちろん親同士もつながりあったりするんですけど、実は彼にね、半年ぐらい前からね、チームに入ってもらってるんですよ。僕のね、チーム拓蔵に入ってもらってて、裏方の裏方みたいなことをずっとやってもらってたんでね、実はこっそり半年前から加入してて、いろいろ、まあ、具体的には例えば分析したりとか、あとはなんかアップロードの作業、僕よく誤字脱字多いでしょ。だからそれじゃあかんからっていうことで、彼めっちゃきっちりしてるから、彼にアップロードの作業、この見ていただいてる YouTube とかも基本的にアップロードの作業してもらったりとかしてるんですけど、そういう細かいことやってくれてて、やっぱ2歳から知ってるから彼には彼にしかない特性がやっぱあるんですよね。で、まあ、他の外注さんは他の外注さんにしかない特性というか個性がみんなあるから、まあ、そこをこううまいことねやってもらいたいなっていうことでやってもらってます。で、非常に助かっておりまして、まあ、僕をねサポートしてくれてて、まあ、このような形で今現在過ごしているわけなんです。まあ、前回ねワークマンとかも一緒に行ってたから、まあ、なんか最近ちらほら入ってるなと思ってた方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、そんな感じでね、来ていただきました。
で、まあ、また次回とかはね、また嫁とかも、映る時あると思うので、顔は映らないですけどね、嫁が一緒に来てくれる時もあると思うので、またその時はその時で夫婦の感じでね行きたいなと思いますので、今日はこの辺で終わりたいなということで、本日はですね Google 本社に呼び出されたので行ってみたという動画になってます。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。